起きたな。どうも、おりちゃんです。というわけでみんな、今日はメジェ教団っていうゲームやっていきたいと思います。え、メジェ教団、何それ。なんかね、この真ん中にいるお化けみたいなやつがメジェドっていうやつなんだけど、まあ結構有名なキャラクターだよね、エジプトとかで。え、そんなの、かわいいね。こんな感じじゃない、メジェドになってる。え、違う、ブジェドです。ブジェド、スタート。あ、出てきた。ブルンってなったよ。やっと目が覚めましたね。あなたのことを待ちわびていましたよ。え、ずっと待ってくれてたの。わあ、なんか怖いね。おっと、何、今のは見なかったことにしてください。え、全部見ちゃった。あなたをここに召喚したのは私です。そうなんだ。そこまでしてあなたをお呼びしたのには訳があります。こちらに向かってくる獣を駆除していただきたいのです。お、なんか倒してほしいんだね。どんな獣かって、それは、それはひどくキモい見た目をしておりますどんな見た目だろうね。百聞は一見にしかず、実際にあなたの目で確かめてください。獣は非常に危険です。グッドラック。わ、お祈りされた。え、これなんか来た。右の方からキモい生物が攻めてきます下のボタンに注目してください。これでスキルが打てるんだ。なるほど、みんなじゃあスキル打ちます。これでもくれ。おいしょ。お、当たった。わ、なんか頭が2つあるよ。おお、なんかこうスキル選べるんだ。面白いね、これ。さあ、あ、でもクールダウンがあるよ、みんな。ほら、こんな感じで、敵がまとまってるところにスキルを置く。動きが止まるから、一瞬。そして、こう。おし、倒した。でも、まだメジェドいないね。お、確かに、あ、でもクリアだ。素晴らしいご活躍でしたね。ありがとう。みんなめちゃくちゃ褒められた。さあ、あ、なんかね、この人がメジェドをくれるらしい。あ、くれるの？キュートな見た目をしていますが、こう見えて強い力を持っているのです。さあ、仲間と一緒に獣を斬滅しましょう。グッドラック。わっ、かわいい。あ、なんか石投げたよ。メジェド、頼りになるね。お、じゃあこのままメジェドを助けよう。じゃあみんな、このかわいいメジェドを助けていくか。このね、モンスターがメジェドに行かないように、倒しちゃおうか。こう。おし。メジェドは近くの敵から倒すっぽいね。じゃあ、近くに行かないように倒してあげよう。ナイスなチームワークです。私がプレゼントした仲間はいかがでしたか？可愛かったね。このメジェドは神様の一人で、メジェ吉と言います。え、みんな名前あった。プルジェじゃなかった。実にキュートですよね。伸ばしてるよ。めちゃくちゃ伸ばしてる。ブルブルンってなってる。さあ、というわけでみんな、なんか、このメジェド、メジェ吉の仲間を増やしていけるみたい。え？もっと欲しいんだけど、メジェ吉。もっと倒さないといけない。うわ！みんな、親子だ、これ。一列に並んでる。待って、これはちょっとね、力を添えてあげないと難しいね。こうしようか。おし！こんな感じで、一気に燃やしちゃおう。おっしゃ！これメジェキチいなくても勝てるんじゃない？メジェキチいなくても勝てるかも。よし。あ、これ勝てるね。よし。じゃあ、頑張って。よし、残り一匹。ナイス。さあ、もっと仲間欲しい。さあ、みんななんかね、メジドを召喚できるらしい。え？バカちゃってこと？そうだ。あ、みんな、仲間が手に入った。なにこれ、牛だ。メジミルク。さあ、というわけで、メジミルクが増えた。メジミルク、ちょっと攻撃力高いんだね。え、でも敵増えてるよ。さあ、じゃあちょっと敵倒していくか。あ、やばいやばい。大丈夫かな、あの辺。こうしよう。よし、ここ燃やして、こう。よし、やった。危ない危ない。ちょっと待って、メジミルクとメジキチだけじゃ足りない。え、もっと仲間集めないと。なんか泣いてる。なんで？ああ、尊い。メジド様が2人もいるなんて、私には贅沢すぎます。メジドのしもべなのかな。
おっと、取り乱してしまい申し訳ございません。メジド様も増えたことですし、メジド様が住んでいる隠れ家を紹介しましょう。隠れ家、お、なんか隠れ家があるんだ。じゃあちょっとみんなガチャ回せるかな。あ、待って、1回回せる。しかも動画見れば3回回せるみたい。さあちょっとやってみようか。まず1回目やろ。あ、無人ナマコ。あ、なんか頭の上に乗ってるプルオみたい。お、ほんとだ、かわいい。さあみんな、今動画見てさらに1匹取ったよ。メジガサ。みんなこれレアだ。よし、なんか妖怪ウォッチみたい。じゃあ3体しか使えないから、メジナマコ外してメジガサにしよう。さあみんな、さらに召喚した。じゃあみんな、広告全部召喚したから、最後これ1回召喚しよう。え？なんかすごいの出たよ。モジャメジ。かわいい、ちょっと猫っぽくない？でも顔が怖いな。こっちはメジボーイ。お、メジボーイもかわいいね。メジキチ、メジキチちょっと、首にして、メジボーイにします。さあ、これで行ってみようか。え？やばいよ、なんか新しいの来た。お、ほんとだ。見たことないやついた、アザラシだ。アザラシかな。さあ、でも今回は、あれ？待って、みんな強くない？え、終わった。どんどん強くなってる。さあ、みんななんと、ボスがやってきました。ボスタイムやっていこうか。え？うわ、なんか大きい。燃やしてみる。うわ、ひるむだけで倒れない。え？なんか硬くない？え、待って、ちょっとまずい。半分も削れてないよ。あ、待って、みんな、やられてる。ちょっと待って、勝てるか、ギリギリ。おいしょ。あ、よかった、倒せた。いや、まだ倒せてない。あ、倒した。素晴らしい戦い、お見事です。あまりの感動に、前が見えません。涙出しすぎじゃない？ちょっと。というわけで、ガチャのお金がもらえたから、ガチャしていくか。さあ、じゃあみんな、ガチャ引きます。うわ、めちゃくちゃ出た。なんか、ダイナマイト巻いてる危ない奴がいる。ダイナマイトメジェ。メジェ袋。これも強いね。寄生されしメジェ。ま、これは普通かな。なんか植物がうにゅうに出ちゃってるね。じゃあ行ってみようか。さあ、もうこのメンバーで行こうかな。あ、今回亀だ。お、しかも猫もいるよ。なんか怖いね。顔の怖い猫がいる。どうだ、燃やそうか。さあ、というわけで、こんな感じでどうだ。さあ、激しい音楽だけど、おいしょ。どう？あ、結構硬いけど、なんとか勝てそう。うわ、骨投げてきた。危ない。おし、やった。なんとか勝てた。さあ、次はボスだ。あ、みんな、その前に魔法が増やせるみたい。ここで魔法が、覚えれるみたいだね。おし。さあ、ボスに使ってみよう。え、勝てるかな。うわ、大きいカメだ。待て、使ってみようか。おーいず。あ、みんな動きを止めた。うわ、強い、何今の。最後の一撃がすごい高かったね。さあ、でもめちゃくちゃ近づいてきた。どうしよう。あ、あ、またおーいずだ。おし、後ろに戻せ。おし、ちょっと後ろに戻した。やったなんとか倒せた。新しい魔法のおかげだ。うわ、強かったね。竜巻みたい。さあ、みんな次のマップ。うわ、なにこれ、見すぎじゃない？うわ、ちょっと待って、多すぎるよ、ひよこが。かわいいけど、ちょっと数減らさないとまずいね、これ。減らそうか。おいしょ、おいしょ、おいしょ。じゃあ、渦で、巻き巻きにしよう。おいしょ、集めろ、集めろ。おいしょ、やった。みんな一気に倒した。で、これで燃やして、危な。数の暴力だ。おし、メジドが4体いたから倒せた。危ない、ギリギリセーフ。さあみんな、というわけで、さっきね、ここで武器が召喚できるようになりました。で、武器も召喚したんだよね。あ、レア出た。これ装備させよう。さあ、じゃあみんな、なんか、最後ね、ボス倒して終わりだと思ったけど、採掘に行くらしい。え？なにこれ？なんか掘るんだって。おう、何回掘れるの？あ、30回ぐらい掘れる。結構掘れるね。こんな感じでアイテムを掘っていけばいいんだ。あ、なんかいるよ。誰？
あ、じゃあこれ戦うか最後。ボスバトルかな？なんか採掘してたら出てきた。あ、新しい場所だ。なんか見たことないやつがいる。まあ、今回はプリンもいるからね、強いのが出てきても多分一瞬で倒せるよ。よいしょ。よし。ボスは出てこないか。じゃあ余裕だな。猫いすぎ。ちょっと猫強いから。よいしょ。よし。倒した。あ、なんか来たみんな。これ最後倒そうか。もうねこれ以上掘れないから、これを最後倒して終わります。さあ、うわなんか強そう。勝てるかな。お、いけるかな。うわ、なにこれ。え、待って、強くない？見たことない強さ。え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、鳥ですらめちゃくちゃ硬い。え、ちょっと待って、これまずいよ。鳥が、あー強い。さあみんな負けてしまったから、最後ちょっと強化しよう。武器でね、超激レア引けたから、これ使って防御力上げました。うわかっこいい。なんかカードだ。よし、じゃあもう一度お願いします。え、勝てるかな。さあ集中して勝っていこう。この辺はなんとかしのいで、ここは火で燃やして動きを止める。さあここで敵を捕捉するよ。よし、でここでさらにスキルを使う。どう？お、いいんじゃない？お、いけてるいけてる。あと猫の動きを止めれば、お、いけそうだ。もうちょっともうちょっと、おし、あとボスだけ。さあたまに2500ぐらいダメージが出てる。倒した。おっしゃ、やったみんな。なんとか勝てた。結構強かった。おっしゃ。はい、というわけでなんとか今回はメジェドたちをね強化して最強にすることができました。はい、というわけでね、今回このメジェド可愛いと思ったら高評価お願いします。ぜひみんなも無料だからやってみてね。まだ面白いスマホゲーム見つけたらやってから、絶対高評価チャンネル登録してまた見に来てくれよな。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたなー。みんなまたにー。にに。